ね。そして、27日っていうところで2対1でね、ドラゴンズの勝利っていうところで、この試合をね、12回の裏にね、宇佐美がサヨナラヒット、サヨナラ男つくぞっていうね、ところで、まあ、両先発ね、平ね、そして柳っていうところがしっかり、柳も援護点ないね、全くね、なんとかね、6回の裏に、村松がね、タイムリーを打って同点にね、追いついてくれたっていうところはあるけども、まあ DeNA はね、佐野の先制タイムリーから始まって、まあその後ね、チャンスを生かせずっていうところでしたけども、まあね、土日はね、非常にね、両チーム投手陣がね、踏ん張ったっていうところではね、ナイスゲームでしたけども。さあ、ということでね、最後にね、この日はですね、この近藤選手のことについてね、佐々木が語っていきたいと思いますね。金曜日の試合ね、9回に投げた近藤廉投手ね、24歳、2020年に育成ドラフト1位で入って今年3年目ね、っていうところで、まあこのね、マウンドの、なるわけですけども、まあ、打たれるのは仕方ないね。打たれるのは仕方ないけども、この試合後の、立浪監督のね、コメントでは、まあ勝ち投手の、ピッチャーしか残ってなかったと。だからそのピッチャー使いたくなかったっていうところに言ってるんだけども、まあその試合ね、ピッチャー使ったのが岡野、そして福島、近藤って言ったところで、ピッチャーで言うとですね、残ってるのが藤島、斉藤、ね、松山、マルティネス、フェリスっていうところがね、残ってて、まあ、くしくもね、その土日が延長になってね、大量にピッチャーを使わなきゃいけなくなった、ほら見ろっていうところでね、なるんだけども、いや、そんなことよりも、やっぱりね、一番は、その、1回10失点、でも勝ち投手のピッチャーって、勝負俺は3人やと思うね、方程式。そうだったら、途中から、3分の1とか3分の2とか、どうにでもなると思うんだよね。しかもなんか、これは聞いた話だけども、マルティネスがね、コーチを振り切って、俺がね、行くって言って、ブルペンでね、作ろうとしたっていう話も聞きますし、そのね、トラウマになっちゃう可能性がある。この10失点もしちゃうと。次投げる時に何かの恐怖心があったりとか、何かね、メンタル的なもので、必要以上に警戒しすぎちゃったりとかっていう、このね、メンタル面のトラウマになる可能性があるから、あそこをやっぱり変えてあげなきゃいけないっていうところと、もう一つ言えば、キャッチャーもマウンド行かない。野手もマウンドに来ない。ベンチもマウンドに行かない。10失点中、ほったらかしはきついよ。誰か行かなきゃ。っていうか、ベンチから行かなきゃっていうね、何をずっとぼーっとボケと見てる場合じゃないよ。そんな、10失点もしてるんだよ。俺、1イニング10失点してんのに、誰も行かないの、初めて見たかもしれない。ぐらい、かわいそう。たとえさえピッチャー孤独なのにさ、キャッチャーもさ、石橋だったっけ行かないしさ、誰も行かないっていうね。それ声かけてるだけじゃダメだよ。まあ、置くとかね、頑張っていこうっていうね、ところで声かけたりさ、しなきゃいけないっていうところと。で、まあ、100歩譲ってよ。そのね、もうピッチャー使いたくないと。だからね、もう頼むと。申し訳ないことしたと。60球投げたと。ね。って言ったところで、やっぱセカンドチャンス与えなきゃいけないと思うんだよ。俺、次の日抹消しちゃダメだと思うの。ね。この、ね、使えなくても、ね、もう一回一軍で火曜日でもいいしね。もう一回チャンス与えて、そこでどうなるかっていうのを与えていかないと。これでね、スパーって切ったらね、それこそ本当トラウマになるし、今年一回も一軍上がってこなかったらもうこれでね、もう次の来年に向けてのね、このいろんなものに対してのメンタル面が心配だから、正直ね、最悪100歩譲ってあのまま10失点投げさせたんだったら、セカンドチャンスを与えて、抹消しないでもう一回一軍のマウンドを使って、行けっていうふうなことを促さないといけないんじゃないのかなって俺は基本的に思うしね。ちょっと、まあ、いろんな事情はあるかもしれないしね。次の日延長、その次の日も延長っていうところでピッチャーいっぱい使わなきゃいけなかった、ほら見ろってなるかもしんないけども、それはもう結果論であって、あの状況のこと考えたら、次の日とか、次の日とか言うよりも、やっぱりその選手を大事にしてほしかったなっていうところもあるし、投げさせてもいいけど、やっぱ抹消はしないで、セカンドチャンスをもう一回与えるべきだったんじゃないのかなと、佐々木は思いますけども、皆さんどう思いますか？